皆さんこんにちは、ダバラーの館へようこそ。ミンです。プリンセスピーチショータイム実況プレイ、今回から始まります。うわー、ジャンプできんの？すげー。え、どうした？え、なにこれどういうこと？では後ほどってもう普通に始めちゃっていいのかな。なんか読むとかってできないの？こっちにはもう来れない。きらめき劇場、この子たちを全員ちょっと飛び越えたら何かいいことあるとかない？え、どっからやってもいいよみたいな。あ、ご案内します。売店はどこです？え、普通に言っていいのか。なんか喋れる。やっぱりこの劇のキラリスタはいいな。何しろきらめきが他と違うもんな。あ、キラリスタってのは主役の中の主役、希望を与えるスターをキラリスタって呼ぶんだよ。へえ、これキラリスタって、これ走るのもどうやって、まだ開いてないの、準備中。あ、なんか喋れるみたい。僕たちキャストンは劇に出るのが夢なんだ。今日はお客として見に来たんだ。あ、そうなんだ。立ち入り禁止。え、通れないの？どれを見よ、キノピオじゃん。え、どうしたらいいんだい？新作の剣士の劇は間もなく会場です。もう少々お待ちください。わかりました。お、ビジーム、準備ができましたよ。え、じゃあ何？キノピオに行けばいいの？え？どうすりゃいいん？どこに行けばいいんだっけ。全然話聞いてなかったんだけど。ワクワクドキドキ。え、じゃあこっちにいればいいのか。あ、ここにもいた。今日のチケットです。お客さんを見ると舞台も期待できそうでワクワクしますね。もうすぐ始まるみたいですね。私たちも行きましょう。そうしよう。キノピオちょっと色変えてくれ。おっと、かわいい。悪い声がするね。お集まりの皆様にご案内いたします。ただいまより。悪いことが起きました。誰？私どもグレープ劇団による恐怖のショーの開演でございます。ノリノリだよ、もうノリノリで。すごい、締め出し食らってんじゃん。かっこいい。グレープ劇団だって。プリンセスピーチショータイム。どうした？うわーって言ってるね。喋ってくれんのかな、もしかして。あれ？なんか星がいる。キラリスタかな。どうしたのかって、喋ってくれないんだ。怪しい仮面のやつらが劇をめちゃくちゃにしちゃったんだ。これじゃあ公演ができなくなっちゃう。どうすればいいんだ。あれ、ピーチ冠がない。ティアラどっかに置いてきちゃった。そう、君も公演を見に来て巻き込まれちゃったんだ。なんとかしないといけないけど、僕一人の力じゃ。男の子だったの。君も協力してくれたら嬉しい。噛んじゃった。君も協力してくれたら嬉しいのだけど、ダメ？いいよ、喜んでご協力いたしましょう。え、協力してくれるって、ありがとう。かわいい。どなた？僕はステラ、この劇場を守るきらめきの妖精さ。君はビーチって言うんだね。二人でお話を取り戻そう。きらめきの力を信じて。はーい、ステラね、よろしくお願いします。まずは奴らを見かけたこの剣士のお話に行こう。了解。
あ、そういうことか。それでピーチがいろんな洋服にお着替えするみたいな感じなのかな。剣士と茨の城。おお、開演。ここが剣士のお話。やっぱり何か様子が変だ。あ、ん？顔が出んの可愛いね。あれは？いちいち顔文字出してくるみたいな。あ、どうした？大変、誰か倒れてる。まさか仮面の奴らのせいで？あ、そうだ。すごいね、一つ一つがなんか劇みたい。もしかするとこのやり方で早速きらめきの力を使ってみよう。おお、かわいい、ポニーテールになった。あ、だから髪の毛あれだったのかな、うん、そのリボンを通じピーチもきらめきを使えるようになったよ。あ、だからステラの手もリボンなの、うん、さあきらめきをこの人に。イエス、イエスだって。B。 わお。あ、なに、これできらめきを与えられるよってこと、うん、なんだか元気に、うん、これがきらめきの力の一つ。人や物を輝かせて元気にする力だよ。ピーチとならきらめきの力でみんなに希望を与えることができるかも。 Let's go。 Let's go。 おお、すげえ。どうやらこの場所は元通りになったみたい。お城は大丈夫だろうか、行ってみようよ。お城？仮面のやつにいきなり。元気が一番。あ、この子喋んないんだ。え、普通に入ったりとかできないのかな。あ、おおお、あわわわわ。え、怖いよ。どうしたの。あ、で、この子たちを倒せってこと。仮面のやつらだ。やっぱりまだこのお話の中に。こうやってやればいいのね。なるほど。で、あいつらきらめきが苦手なんだって言ってるけど、これ一人一人しかできないのか。なるほど。あ、じゃあ何、あ、これ回収もできんの。素晴らしい。楽に回収できるのはいいことだ。嫌なやつらだ。 A。 あ、 A はね、最初の段階でやったんだけど、あっさつい、危ない危ない、行かせないぞって言った。やった、こっちだよ。あれ、まあ、消えちゃうから放っといていいのか。これはたくさんのコインをゲット。お、ここがお城につながる近道なんだ。あれ、道がなくなってるって言うじゃん。よし、これで元気にして。あ、で、あそこのお花とかって咲かせたらいいのかな。多分こういう風にやっていけばいいってことでしょ。スポットライトが浴びられるってことで、ここに道ができるのか。なるほど。やった、これで先に進めるよ。よし、じゃあ進んでみる？ナイス！ナイスだって、ありがとう。え、じゃあ進んで。これはきらめきストーンだ。素晴らしい活躍をした証だよ。輝きのパワーが詰まってるんだ。集めればきっと役に立つかも。え、こんなに？え、このステージだけでこんなに集めるってこと？うん。ここからもお城が見えるね。かなり近づいてきたね。なんだあのイバラは。どうしたらいいんだ。この先僕たちも城内には王が。あ、これとかってさ、出てくんの。何、イバラもこれでやれってこと。死んじゃうとかない。あー、ライフあるんだ。もっと私に力があれば。いや、力を与えたよ。かっこいい。じゃあ一緒についてきてくれる。これはこの辺とか。これ何？ぶっ壊されてるけど。お？あら、この子？怖かった、ありがとう。全然いいのよ。いいんだけどさ、あの、私にもなんかこの子たちを壊す力をくれないかい？大丈夫？お、こんな時剣士様がいたら。そうだね。剣士様になりたいな。あ、で、こっち行ってもあっち戻れるっぽい。うわ、まずい。え？あ、剣士様？剣士様になって。やった。え？元気づけてくれたの？あ、なに？あ、なに？確かコイン消える系だ。塞がりになるものか。
あ、この子たちもこうやってやってあげることで強くなるのね。かっこいい。え？ちょっと待って、道が2つあるってこと？それとも何？こっち側でしょ？あ、こんな時剣士様がいたらって言ってるから君も慣れないのか。そうか。こっちの奥にも行けそうな感じはしてるけど。後ろで何か起こってるのか。あ、何今の。なんか今変なことが起きてたぞ。とりあえず、ここは開くんだね。あ、なんかある。あ、これで2個目がゲットできたのか。え、進んでいいの？お花が綺麗に咲いていたのに。なるほど。こうやってやっていけばいいってこと？あ、でもちゃんとこういう風なのも回収しないと。これ回収したらどうなるんだろう。なんか、HP を変えるよとかそういう系だったりする？よし、欲しい欲しい。お金欲しい。がめつく生きていこうと思ってるんでね。で、これと、あとこっちの上に行けばいいのか？お、回収！なんかさ、ジャンプを連続でできるみたいな感じなのかな？この感じ。おい！どうした？なんかもらったけど。綺麗なお花ですな、そうですな。え、じゃあもう、さっきのところさ、入れそうだったから一回入ってみたらこうやって劇場別れしてるみたいな感じだったりする？行ってみるか。助かったよ。すごい力だ。どういたしまして。え？ん？あれは剣士のきらめき。ピーチとならこの力を使えるかも。剣士のきらめき。で、衣装チェンジかい？なんかさ、それは CM で見たんだよね。いろんなピーチが見れるみたいな。パッケージの裏にも書いてある。あら、シンデレラみたい。って思ったけど。違う、かっこいいね。すごい。なんかあれみたい。あの、猫いるじゃん。なんだっけ、名前はまだないじゃない方。こういう剣士の猫いるじゃん。名前なんだっけ。かっこいい剣士ピーチ。すげえ。え、で、これをどうやって使えばいいと？言うんだい？ちょっと待って！ちょっと待って！まだ、荷が重いぞ。あ、なるほど。こうやっていけばいいのか。おー、かっこいい。まさかお前は、つってるけど。で、この辺をいっぱい倒していけばいいってこと？ちょっと待って、それやる、これは？これは倒せないの？あ、なんかさ、なんか食らったんだけど。剣士だと？とか言って。で？まだ終わってないんじゃない？こっちもまだあるよ。なんと華麗な。で、これで終わり？こっちの先には、てかジャンプ力も高くなってる？あ、こっちは？なんかさ、くるくるリボンができなくなっちゃった。なにこれ？痛い痛い痛い。うん、近い。思ったより近かった。え、こっち行っていいのかな？やった！でもさ、下のところもなんかあるから、そこは倒せんの？ここら辺。ダメなんだ。届かねえんだ。届かなかったか。お、先進んでいい。ずーっとスポットライト当たってんね。かっこいい。え？ここは倒さんぞって言ってるけど。え、なに？はい。はい。勝手にさ、追尾してくれるかな？お？追尾はしてくれる？これで？あ、なるほど。こうやってやるとか？こうやってやるとかじゃないの？いけーって言ってる。いけー！よし。ちょっと待って、危ない。危ない。いいよ。危ないよ、君たち。君たち危ないよ。危ないよ。何やってんの、これ。はい、横か、後ろから狙い的な感じだったりする？なるほど。後ろから。そういう風にしていけと。じゃあ OK かな、これで。消えた。あら、 OK っぽい。でもさ、この先手強くなりそうだよね、どんどん。ちょっと待って、この上っていけんの？いけないの？いけるかと思ったのに。で、こういうのはちゃんと駆除してった方がいいんだよね。お、すげえ。ちゃんと回収できるの嬉しい。あ、でも上乗れなくなっちゃう。乗れるか。ぶっ壊していこう。んで、こっちの上とかは登っていくべきだね。え？これは？何をすればいいんだい？まあいいのか。こっち進んでって。お？お城が見えてきたね。
あ、王様がどうしたら。助けるよ。はい、助けます。急ぎます。急ぎたいんだけど、この子たちを多分除去していかないとダメでしょ。ハートゲット。こっち側は何もない。出た出た、邪魔者。はい、お待ちしておりました。かかれかかれ。のの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  の、 の。よし、ほい。で、あ、いやいや、後ろから。で、この子は来ないの。いざ参る。よし、お待ち申しておりまして。うわ、ちょっと待って、狭っ狭っ。うわ、ちょっと待って、狭い。ちょっと待って、これで多分行けばいいってこと。え、あ、衝撃波も出んのね。オッケー。はい、勝手に動いてくれてるけど、いいのかそれで。とりあえずジャンプして避けたら勝手にって感じだったわ。ありがとうピーチ、初心者には嬉しいよ。よし、もらった。あれ、1個もらえてない。どっかにあるはず。戻れない。マジかよ、戻れなくなっちゃってんじゃん。お、このまんま行っていいのか。剣士もいるぞ、物どもかかれ。はーい。で、この子たちは、この子たち、ちょっとこの子たちは全然来てくれないんだけど、案内係みたいなもん。ちょっとちょっと、君たちはずるいな。はい、はい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 。この子たちはちょっと雑魚だから。あ、まだいんの。だってこっから出てくんのか。なるほど。で、ここでいっぱいもらって、え、ってかさ、この子たちさ、あ、危ない、ジャンプ。どう思う？ここの下とか入れそうじゃない？入れないか。やばい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 。普通に来る、普通に来る。上からも来る、上からも来る。あららららららら。大変大変。あー、まだ来るまだ来る。無限脇？もしかして。無限脇だったらだるいからさっさと行こうかなって思ったけど。でもこっち行ける。ほい。あ、上にあるな。はい。あ、そう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 。ちょっと、せっかく。あ、でも体力回復したら全部回復するって感じなのかな。いっぱいいる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 。びっくりしちゃうよ。あ、王様が泣いてる。あ、王様が。オッケー、迎えに行きましょう。この城は我々がもらった。おお、すごい。これをさ、ショートしてさ、あの、見てる人いるのかな。役もやってくれたの、ゆるさんぞ。パックンみたいな。いや、わかんない。私もさ、別に許されたい、許されたいんですよ。できれば許されたいんですけど。こういう風なの切ってくってこと？こういう風なのは？あー、はい。で、頭を切るのかな、もしかして。え？なんか来る？いや、怖い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 。切れる？あ、やったー。こういう風にするとあれなのか。で、なるほど。この子を切っていくと。痛い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 。で、頭がドンってくるのかな。さっき来たよね。で、この子、あー、で、切るの。ダメか。連打してれば大丈夫みたいな感じだったりする。はーい。あ、タイミングゲーね。タイミングアクションでしたわ。やばい、殺される、殺されるぞ。衝撃波をとにかくかわせば OK っぽい、このステージは。で、切って、この子も切って、で、衝撃波来る。で、はい、よーし、切ったー。かっこいいピーチー。うわ、一個取り逃してるなー。かわいい、可愛すぎるでしょ。やった。ちゃんと見てかないといけないのか。ドレスリボンゲット。コレクター要素かな。お、帰ってきた。普通になってる。もう戻ってる。なるほど。大丈夫になったら緑色に変わるんだね。てかさ、真ん中のあの部分何なんだろう。ありがとう、君と一緒ならきらめきの力が発揮できそうだよ。でもこの劇場自体が元に戻ってないし、さっきの怪しい糸と変なマークが関係してる？
他のお話も何かされてるかもしれない。急いで行ってみよう。これがいっぱいあるって感じなのかな。ここはなんかマークが出てきたけど、とりあえず脅した。なんか喋ってる。ハートのお守りありませんか。新人の舞台俳優に人気のお守りですよ。これを持っていくと持ち主を3回守ってくれるんです。はい、もし必要がなくなったら。あー、返却も受け付けてる。こっち行ってみるか。ショータイム。激流忍法帳。ピーチタイム。ピーチタイム。え、またあれかな。忍者の話はこの忍者の里から始まるんだよ。あれ、通れなくなってる。え、普通にこれをまたリボンですか。リボン。里が奴らに占領されて。どこ、あ、今度はここやって竹取物語みたいになってない。あー違うな、なんか忍者って感じするね。確かにこの桜の感じね。あ、でも通れなくなってるからここを通ればいいっていうこと。ここを通ればいいじゃないみたいな。この先長老屋敷。通れないんだ。この先は通さぬぞって言ってる。じゃあこっち行きますか。いいよ、里を救おう。出てきました、井戸から。本当に不思議だね。じゃあこっちを通っていけばいいのか。この道から屋敷へ行けるでござる。力だけではかなわずぬぞ。あ、オッケーオッケー。でこっち行けと。え、どうした、君は元気になるのかい。すげえ、なんか凡人みたいな。お主は何者。入れる。へえ。で、あの子は？こっちにもなんかありそうかな？ないんだ。あ、やっべ。やっべやっべ。ええ。気をつけねばならぬでござる。了解いたしました。え、こっちの奥って行けんの？行けなさそう。こういうところに行けたら面白そうなんだけどね。で、この子は何もない。で、こっち行って。オッケー、戻ってきたけど、あの子は。なんだろう、隠し通路どうのって言ってるけど、こういう風なのをなんかしなきゃいけないのかな。え、ちょっと待って。ちょっと待って、まだあんまりよく分かってなかったけど、あっち行けたんだな。なんかさ、コインがまだ回収できそうだったよね。ここら辺は、あ、風車も回せばいいと。なるほど、他にするところはないかい。じゃあちょっと先行ってみる。ここの風車もね、全部回して。やった、コイン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 。このコインは何に使えるんですか。なんとここまで来るとは。伝説の忍者と同じならば。なんか言ってるね。やった、回収したよ。これで終わり。え、じゃあピーチ忍者になっちゃうんじゃないの。またお着替えタイム来ましたね。素晴らしいお着替えタイムが。あ、すごい、なんかセーラームーン思い出しちゃう。あ、ああいう感じのお着替え方法ではなかったもんね、確かに。かわいい、ほんとシンデレラみたい、このブルーのドレスが。おお、かっこいい、かっこよ。剣士の時もかっこよかったけど、忍者もかっこいいね。よし、でこっから。おお、なるほど、これでお水の上を走り回れるみたいな感じ。お水の上を走り回って何をしたらいいんだい。これはなんかきっとするんだろうけど。あ、ちょっと待って、ここか。なるほど、あ、間違えた、超むずいぞ。ほいほい。あら、なんかマリオみたいな感じだね。あの壁ジャンプをマリオっぽいぞ。来た。助太刀ありがたいって言ってるけどさ、なんだなんだ。え、隠れられてると思ってる。それででも隠れていくのができるようになるんだな、きっと。なるほど。とはいえ、あの動きにくさが目立ちます。草むらに身を隠すでござる。受ける。よし、あ、そういうことね、攻撃しろってことか。へえ、やった、なんかもうらいい。やったやったやった、なんと素早い、本当にね。
本当にね。はい、倒しまして、で、ここ危ない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 、ここで、はい、倒しまして、お、いいじゃんいいじゃん、やってこう。今夜は静かだじゃないのよ、本当に忍者だからね、まあ、バレないように行かなきゃいけないんだけど、やべー、ここでもらって隠れて、で、ジャンプして壊す。オッケー、忍者ロボットでしょどうせえ、壁隠れの術が使えれば、何それ、壁隠れの術ってなんだし、壁隠れ、あ、なるほどね、これでこうやっていくってことね。いや丸見えなのよ結構丸見えなのよそれ。で、お前らに邪魔させないと、そんなこと言って寝てる。で、これはゆっとゆっと、この子たちは何、この先は敵が大勢いるで、あーだってさ、あれだったもんね、あ、やべ、バレた、最悪、あ、そっから、これがバレないようにここの壁で動いて、それでからの、こう、よし、で、ここか、ジャンプしていけばいいのか、なるほど、はい、いいね、なんか爽やかな感じだな。これはこっち行けないんか、残念。じゃあこっち行って、また上行けばいいのかな。なんかまあアクション要素も強めな感じはするけど、なんかコメディチックね、いろいろと。あ、やばい、バレたー、でも速攻だねえ、また、またか、ここで、はい、あ、水、忍法壺隠れの術、こっちにも行ける、あ、かわいい、壺に隠れずとも行けるじゃないの、これで息できてるよ、で、はい、かっこいい、それで、あ、こいつを倒したらもらえ、あー、なんかやることがまだありそうで、油断するでないって怒ってる。奴らの狙いは巻物じゃ。え？巻物？こいつは渡さねえぜ。わー、泥棒が追うのじゃ、オッケー。だけどさ、ちょっと待って。時間制限ないっしょ？この上とかなんか隠されてそうじゃない？え、違うかな？こっちの上とか、いけないんか。あ、なるほど、上からのルートも行けたよって感じなのかな。あれ、どこどこ、ちょっとピーチちゃん迷子になりやすいらしくて、あ、やっぱ上に行くのかな。え、ちょっと待って、こっちか、手前の道かなるほどね。あ、待って、勝手に進んでる、勝手に進んでるよ。え、はい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 、はい、で、勝手に進んでるからさ、これ落ちたらまた最初からやり直しとかある。ほいほいはい、素晴らしい。でもまだ勝手に走ってんだよ、調子を。これどうしたらいいの、普通に行ってていいのかな。はい、あー、ミスった。あ、なるほど、はい、オッケー、これで戦って、いやー、さっき一回取り逃しちゃったのが惜しいな。はいはいはい、で、上行って、あ、いる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 、早い早い、落としてった、ラッキー、ありがとう。え、待って、なんか、なんかさ、ちょっと待って、ありかよそんな、どでかい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 、かっこいいピーチ。あー、私がジャンプ、あー、なるほどね、取れる部分が取れなくなったりするのか。いいぞいいぞ、よし、スラッシュ入りましたスラッシュ、かっこいい。うわ、2個ぐらい取り逃してんな、惜しかった、かわいい。お、帰ってきてる、いいね、帰ってきました。これでまた
なんか力が蓄えられてるんだろうな、きっと。ということで、今回はここまでにしておいて、次回また別のね、ドア、こっち側だったりこっち側だったりっていうところにね、入っていきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。